はい、北野です。今日は SNS で共感ファン化につながる3つのポイントってテーマについてね、話をしていきたいと思います。で、特にネットで売れているですね、起業家の人たちっていうのは、SNS でどういうふうな発信をしていけば、自分のね、熱狂的なファンのお客様を獲得したりとか、自分に共感してくるのかっていうのは実は分かってるんですね。で、売れてる起業家たちがみんなやってるこの3つの発信のポイントっていうのは、僕が分かりやすく抽出をして、具体例ともにですね、今日お伝えしていきます。まず1個目のポイントっていうのは、自分の実体験のエピソードからの学びをシェアできる人です。で、これは実話に基づいたぶっちゃけエピソード。これがお客さんに一番やっぱ刺さるっていう話なんですね、ここの東西。で、私の場合、ね、ぶっちゃけ話、いろいろあります。起業して苦しかった時の話、過去の恋愛の話、人生がうまくいかない時どう考えたか、人間関係悩んだ話、ビジネスで稼げた時の話、借金まみれになった時の話、この6つのテーマっていうのが僕も発信していて、一番やっぱりね、お客様から反応が多かったこのトピックって6つなんですよ。これ結構ネガティブ寄りで、昔の僕の挫折的なね、内容が多く散りばめられてるんですが、やっぱり挫折とか自分のダメダメな部分っていうのをあえて発信することによって、お客さんも安心するというかね、あ、北野さん今こんなに成功してるけど、実はこんな一面もあったんだ、みたいなね、っていう形で、むしろなんか好感をいただきましたとかですね、それでファンになりましたとかもやっぱいただいたりすることも多いので、まあ自分のダメダメな部分、挫折した部分っていうのをね、実体験を持つエピソードで、シェアをしていくっていうのは結構重要かなというふうに思います。二つ目は、フォロワーが本当に求めている情報だけを提供することです。これだけを提供することです。僕の YouTube とかであれば、SNS のマーケティングとかノウハウを求めている人が多いので、結構普段真面目な話をしています。だけど僕っていうのが、例えばある日、コンビニでね、買うべきおすすめのスイーツ参戦っていう動画を上げたらどうなると思います？お客さんは別にコンビニのスイーツどうでもいいわと、マーケティングのやり方教えてくれ、SNS でフォロワー増やす方法教えてくれ、売り上げを上げたいんだっていうお声が来ると思うんですよ。だから僕はその動画をちゃんと いつも上げてるわけなんで、あんまりエンタメ系の動画とか上げてないんですね。まあたまに Vlog の動画を上げるけども。っていう話で、自分のお客さん本当は何が欲しいんだろうなっていうのを、しっかりとリサーチをして、もしくはヒアリングをしてとか、まあアンケート取ってみるのもいいですよ。LINE でアンケート取って、それを元について、その情報だけを発信していくっていうのがすごい重要かなと思います。これはインスタも YouTube も Twitter も一緒ですね。はい。で、三つ目はですね、他者との違いっていうのを伝えるところですね。まあ他者との違い、他者比較です。で、これはいわゆる差別ポジションを取る上ですごい重要なんですけども、まあこれはよくね、ポジショントークって言葉がありますけども、ポジショントークっていうのは必ずしも悪いっていうわけではなくて、自分自身は、私は他の人と何が違うのかっていうのは伝えないとわからないんですよね。うん。だから僕らとかもよく言うのが、うちのスクール、集客支援スクールっていうのは、実際に SNS の運用の代行での特典についたりするんですよね。で、これをやっているスクールのオンラインスクールで、コーチコンサルタント事業だったりとか、個人事業主経営者向けにやってるスクールでやってるのは、もううちぐらいですと、日本でね。っていうのは、言った方がいいんですよね、むしろ。でもそれを言わないと多分わからないと思うんですよ。ね。例えば、私の、ダイエットのメソッドっていうのは、実はこの要素とこの要素を掛け合わせていることによって、他にはない唯一無二のノウハウなんですとかね。うん。では、巷の業界ではこうでこうでこういうことが言われていますけど、うちのジムではこういう、こうだから結果出ますとかね。っていうふうに、いわゆる、まあ、特定の人を批判するってのは、これはもう、著作権侵害にもなるし、その人にとっては迷惑がかかるんで、それはダメなんですが、業界全体の不満を、総称して、業界では、世間では巷にこういうふうに言われているけども、私のところではこうなんですよ。私はこういうところにこだわってやってるんですよ、とかね。うちのレストランはこういうふうな具材にこだわってるんですよ、とかもそうですけども、そういうふうに他と何が違うのかっていうのは意識的に伝えるようにしてください。そうすることができれば、あなたにとっての、スペシャリティ、特別感が増すので、結果的に、ファンになります、という話なんですね。はい、ということで、まあ、今日3つねポイントをお伝えしましたが、今日の動画少しも参考になった方は、ね、ぜひチャンネル登録、そして下の概要欄からぜひね LINE でお友達登録いただいて、プレゼントもねゲットしてみてください。さあ今日の動画ね以上になります。最後にご視聴いただきありがとうございました。